きます。あれ映ってるの？いや、ここは映ってない。ああ、うん、これ始まってる？始まってる。なんか、わお、画面ビヨーンってなってる。あ、始まってるみたい。止めときて。こんにちは。あ、声入ってる？声は。こんにちは。あ。声が入ってるか分かりません。聞こえますか？聞こえますか？聞こえるよ。聞こえるようだって。じゃあ、大丈夫だ、じゃない？ね、大丈夫だ。そう、ちゃんと正常に始まりましたよ。奇跡的にね。奇跡的に。何のトラブルもなく。うん、久しぶりじゃないですか、太田さん。お久しぶりです。ねえ、太田さん。太田さんとはたまに会うんですけど、僕はね。確かにね。僕はイベントとかね、ご一緒したりとかするんですけど。太田さんとは。ユージとミュウ。いつぶり？いつぶり？これの配信ぶりぐらいとか。そんなんだっけ？そんなかな。だって意外とさ、この間も舞台公演中だったからさ、事務所のワークショップとか持ってないじゃん。あ、そうかそうか、確かにね。俺と綿さんはその時あったの。うん、あった。うん、綿さんって何って言って。うん、そういうのはね、もうね、まあ、いいかなと思っちゃったり。そうだよね。うん、そういう感じなんですよ、実は僕たち。そういう関係になっちゃった。遠くなかったもん。だいぶ遠くなっちゃった。みゆみゆから渡さん。お互いより距離を感じてるみたいな。違うよ。渡さんっていうのは、より距離を近い人しか言えない。そうだね。全然嫌だ。だって言われたことないでしょ、生まれて人生。渡さん。ないこともないよね、多分。あるんかい。だって渡辺だもん。確かに。うん、敏腕プロデューサーとかに綿さんって言われてんの？言われた。ね、それそんな広げなくていいよ、もう。いや、綿さん。そのトーク。今日綿さんで攻めようかと思う。俺じゃあ、鍋さんでいいから。めんどくさー、なんか。今日よりめんどくさいじゃん。ユージまでなんか漏れなくついてきちゃって。そういうやつじゃなかったのに、ユージは。綿さん、いや、鍋さん違いますよ。どっちが呼んでるかすぐ分かるから。鍋だったら俺だし、綿さんだったら石川君だし。区別瞬時につけられるほど馴染んでもないし、私の中で。俺の中でどっちだっけなんだろうね。わべさん。もう今だってコメントにちょっと惑わされたもん。わべさんだっけ。やだー。そうだよ。今日太田さんは、ってことは配信もこの間半年ぶりぐらい。皆さんと会うのも久しぶりだよね、ゆうちはね。なんかすっとぼけてるよ。皆さんと会うの。あー、すごい久しぶりだよね。まあ、いつも会ってるから。ざけんじゃねえよ。心の中でとか言いたいんだろ。そうだよ。そういうのやってないかな。そうだよ。まあ。うん。まあでもこれがちょっと落ち着きますからね。あっという間ですからね、時が過ぎるのはね。ね、そう。婚姻屋のこと知っていますから。婚姻屋のこと知っていますからね。はい。聞いたことないよね。ないことはないでしょ。ないでしょ。え？ある？ない、見るもない。俺もない。そうでしょ、え？この前言った井上陽水さんのライブのタイトルが婚姻屋のごとし、50年あっという間でしたねって井上陽水節でおっしゃってますよ。あー。すごい。でも、わたさんより盛り上がらないじゃん。まさかのだよね。そっちの方が絶対内容あるはずなのにね。でもあれよね。井上陽水さんってさ、自分の言葉を歌詞に入れたりしてるんでね。風あざみとか言って日本語ってないんでしょ。ああ、そうなの。そう、風あざみっていうのは井上陽水さんが考えた言葉で。へえ。あざみと風はだから合わさってなかった。そう。ユージが知らないことも知るようになっちゃったじゃん、あなた。まあ、インコさんから聞いたんだ。大丈夫かな。インコさんならその引用元ちょっと。引用元。不安になりますが、多分大丈夫。インコさん作家さんですから大丈夫だと。確かに。リタジェイさんが言ってたんで、多分大丈夫だと思います。インコさんの方じゃないんで。へえ。うん。ということで、一応ね、魚配信。はい。すげえ、また今日もゆるーくやりますけどね。もう始まりからしてゆるーく。うん。まあ、ニコ生だってゆるくていいんですよ。はい。ということで、お誕生日おめでとうございました。
あだいぶだいぶ1ヶ月以上前ですかね。そうですね。そうですね。あ、いやありがとうございます。それで言ったらもうすぐじゃお誕生日なんじゃないの？お、そうです。忘れてました。むしろ近いよ、だから、ね、そうだ、むしろ近いかも。むしろ近いよね。そうだ、もう1週間後ぐらいだ。あららら、あれそんなに、あれ、うん、今日何日、5月、あ、そうだよね、あ、そうか、もう5月もあれか、5月、明日で終わり。そうだよ、明日で終わりだもんね。うん、そうですよ。いや、すごかったですよ、太田さんのイベント、バースデーイベント、イベントね、MC やっていただいてね、石川君がね、スターでした。いやいや、どういう感じ、スター。あの、もうやっぱいるだけでこう場がきらびやかになるの。むちゃくちゃ何この持ち上げ。いやすごいんですよ。うん、僕とかいる時もただ一般の人ですから。うんうん、席案内してる時とか、なんかこの人、俺普通に、あ、もうすごく嬉しかった。うん、普通に、あの、僕、太田さんのファンで僕のこと知らない人が、うんうん、僕がこう席案内とかしてたんですよ。で、その後そのまま僕はぬるって MC を始めるわけですよ。うんうん、で、まあ、やったら話しかけられて、あのとか。ユージさんのマネージャーさんですか？すごくイケメンですねって言われた。あ、タレントやってますそうなんですよ、まあ、でそれが嬉しい。そういうおこぼれ喜ぶタイプ。そうそうそう、ちょっとしたおこぼれでも今できたタイプなんで。不意打ちのその一言大好きよね。直球で褒められるよりはさ、なんかまさかのそっからのみたいな、一回ちょっと落とされたからのそう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 っていうその優しさの言葉、そういう方が染みるタイプよね。誰がね。分かってる、分かってる。分かってるよ。ありがとうございます。そういうとこあるから。ありがとうございます。でもね、その季節も本当に楽しませていただきました。こちらもお世話になりました。ありがとうございました。盛り上がりましたね。嬉しかった。何したのイベントで？結構なんかその平成、ちょうどなんか平成終わる直前みたいな、うん、令和直前みたいな内容、うん、時期だったから、平成をとにかく振り返るみたいな。うん、例えばあの今は亡き番組スマスマとか、うん、歌番とか、うん、トリビアの泉とか、うん、っていうのを全部もうパロ、パロディーで、そう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 、そうコントでね、なんかもう2人でコントやったみたいな感じで、そう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 、だから平ボタンとかもちゃんと買ったから、うん、誰が人達さんが事務所的に、ね、事務所的に平ボタン、事務所主催だからね、そう平ボタン買いました、うんうんうん、そうですよ、本当、あ、そうですね、ということで、そう、やりましょうか。はい。はい。やってんの？え？って言うじゃん。うん、前回さ、魚配信何で終わったか覚えてる？何をしましょうってちゃんとお互いさ、多分それぞれに宿題が出てるはずじゃん。はい、いや出てないっす。もうその時点でアウトじゃんね。宿題出てるじゃん。まあ、俺も噂では聞きましたけどね。そうだ、前回2人しかいなかったから、友人の宿題は勝手にこちらで決めさせていただいた感じになっておりますが。うん、はい。本当に覚えてない？いや、ちょっとわかんないんです。前回の魚配信は私とリューザーでやって、はい、で、なんだっけ、占い師、はい、をレベルを上げて、カードもいい具合に揃えてっていうのがミュウとリューザーの課題だったじゃん。はい、で、それを、はい、まあ、何、今日途中経過って感じ？もう結果発表？どうする？いや、結果発表しなくていいっすよ、別に。だって、それはまだその、じゃあ途中経過っていう感じでいいの？いや途中経過発表しなくていいっすよ。なんでだって、ええ、だってそれで、うん、それでどっちがレベルも高くって高いか、はい、どっちがいいカードを揃えてるかで競うって話だったじゃん、ミュウとリュウザーがね、はい、で負けた方が一番私たち2人ができないであろう、はい、僧侶を一から育てるっていう話だったんじゃないの？違うっけ？もうちょっとまあそういう感じだったんですかね。めちゃくちゃ話くすぶってるな。それで、はい、で、ユージは、はい、なんだっけ、遊び人？ああ、遊び人ね。遊び人を育てて、はいはい、それで、レグナードに行きましょうみたいな感じじゃなかったの？うん、そうですね。まあさ、もう正直きっと誰も覚えてないからさ。うん、確認しますか？なんか何が正解かって言われるとさ、もう多分さ、誰もわかんないかもしれないけどさ、はい、でも一応そういう話だったと思うから、うん、石川君のテンションがもうダダ下がるさっきと打って変わって、うん、だから占い師の成長具合をちょっととりあえず発表しましょうって感じじゃない？わかりました。
え、これ途中経過とするのか、もうこれを最終発表とするのかはどっちなのか、みんなはちょっとわかんないけど。まあとりあえずじゃあ最終発表でいいですよ。最終発表でいいの？はい、とりあえずはいいっすよ。俺だって結構上げましたからね。そう、なので昨日の石川くんなんか、なんか昨日みたいな話なんかさっきコメントチラッと見えたけど、いやいやいや、何昨日なんかやってたの？え、昨日いろいろやりましたよ。そうかもそれ、昨日いろいろやりました。昨日、うん、昨日ってかもうだ深夜2時今日ね、今日の今朝朝、日が出る前、うん、日が出る前、ちょっと待って、結構カクついてんね。なんでだろう、確かになんか重いかな。え、リューザーの配信、うん、本当だ、カクついてると言われた。私ののはそんなこと言われてない、うん、ちょっと待ってね。というわけで、やめ、え、ちょっとやばい、危機一髪でいろいろね、逃れながら、ね、そう、逃れながらやってますんで、ちょっと、でも結構みゆみゆ的な自信ありそうな雰囲気する。え、違うよ、なんかあまりにもリュウザがすっとぼけてるから、うん、絶対宿題忘れてたタイプだかなと思って。そんなわけないよ、そこも追求の手を緩めないからね、みゆみゆね。もうそう、そのメンタルをつついていこうと思って、うん、そのみゆがやり込んでるとかどうこうよりも、うん、だいぶこれ今、とりあえず大丈夫か、はい、はい、ということで、じゃあということで一旦確認しますか。でも俺結構上がってっからね、レベル本当に。比べるところといえば、まあレベルとあとデッキだよね、はい、占い師だから。そうね、え、占い師のレベルは、はい、89、まで上げました。え、そういうことできんの？それ陣達さんがやったでしょ、それ。なんでそういうこと言うんだよ。疑惑のね、そうだ、陣達疑惑、コツコツやったわマジ？お家でコツコツやったの？うん、89、試練もやったしあ、そう、42でしょ、もうさ、最そう42、嘘じゃん。え、逆に嘘じゃん何嘘って逆に嘘みたいなレベルじゃん俺はこれ全部この討伐隊の依頼とかで全部レベル上げまして、昔やってたやつを全部こいつに突っ込んだだけですから一夜漬けの竜だったら昨日しかやってないのか、うん、夜迎えてないもんね。そう、ま、だそうか、今日しかやってないんだ、ま、だ今日なりました。いや、絶対負けたくないと思ったからさ、リュウザーにね。わったー、12ってダブルスコアもう倍以上だもん ね。しかもさ、1夜経ってないと思われてるじゃあもうレベルは圧勝じゃん、私の。でもほら、でもね、デッキがね、で聞いて、デッキもね、カードもね、うん、毎週買ったわけ、うん、ちょっと毎週はちょっと言い過ぎて買ってない日もあったけど、うん、でも、あのなんかさ水系とかなんかさ倒してさ、なんかコツコツ集めてさ、うん、それを貯めてさ、うん、できるじゃん。それなんて言うんだっけ、うん、まあ、多分コインの破片。あ、そうそうそう、そういう破片もさ、なんかタコみたいなやつとかさ、水系のやつ倒してさ、うん、せっせと集めたりもしたよ。タコ、イカか、イカみたいなやつな、まあいろいろいるからね、水系とか、ね、マジ？私水系のやつなんかすごい倒したもん。すごくない？それ配信してねえ、そういうさ、あの影で見えない努力すんのやめて。それはでもちょっと陣田さんから教えてもらったそうするとデッキ集まりますよ。そう、そうやって
なんか集めてめちゃくちゃなんか、うん、そう海岸行って、うん、イカみたいななんかやつ倒して、ちょっとデッキ見してよ。ちょっと見せる。強さだと思う。確か。タロットテーブルでこうやって、うん。タロットテーブルって何？買ったのそういうの。え、な家にある、え、あるでしょタロットテーブル。だってこれで合成するんだよタロット。そうなの、ね。あれ合成。まあまあここじゃなくてもね、占い師の館でも一応できるけども。ねえ、ちゃんと合成もして、うん、ほら S とかあるよ。すごいじゃん。お。ほら。え、マジ？道具の中からね、モンスタータロットって。ほら、これちょうど今なんて言ってたどこかな。ほら。ビオもそっちで見せた方がいいんだ。道具の何？ほらほら、これ C 二つあるからね。C 二つあるから、普通に悪くないよ。ちょっとほら、ほら B もあるよ。これどうやって見せるの？編集？うん。ほら見て、A もあるし、S もあるし。何それ？あ、S、まあ S あるね、S がある。うえ？お、スイートバックね。お、タイプ G。まだちょっとやりきれてはないけど。え、どうやってその S とかゲットするの？ゲットとかじゃない、合成するんだよ。かっこよくね、ゲットとかじゃない、合成するんだよ。ミュウミュウからそんな言葉を聞けるとは。だってそうやってやるやつでしょ、それ、うん、だってただただ集めるだけじゃないでしょ、これ。そう、そうそう、集めてね、集めてこれとこれの組み合わせでこうなるみたいなあったりするからね。だよね。そうそうそう、どうなるかわかんないんだよね、だって太田さん何これ ?SSS ってあるじゃん。すごいじゃん。SSS ミュウもそれ欲しい。必須よ。そうなの？でも本当にこれしょぼいんだよ。これでも。ちゃんとしょぼさを理解してるけど、理解してないからその気づきが大事だよ。自分がしょぼいっていうのをちゃんと理解した方がいい。わかりました。だって俺でもはさ、俺は本当に。ミュウも SS とか SSS 欲しいもん。俺、便箋クエめっちゃやって。俺いろんな町の便箋持ってっからね、マジで。かなり。それは何？占い師と関係ある？いや、人に手紙を送れる。楽しい手紙を送れるから、俺だって。多分さ、その手紙受け取ってる人の気持ち考えたことある？何を楽しいんだよとか言って、それはさ、自分は楽しいかもしれないけどさ、うん、相手のことを思い合ったらさ、楽しいか分かんなくない？うん、そうだよね。確かに。すいませんでした。今日、みゆみゆにボロクソ言う。そうね、今日、今まで以上にマウント取り具合がすごいよね。そうですね。じゃあ、まあ、みゆもでも、まだ、もう初期、そうですよ。初期レベルの敵がやばすぎる。太田さん、で、はい、占い師どんぐらいな？占い師？うん。レベルはでも、止まってるから今は何もだろう。もう一回。占いは？ね。どうやって見る？占いはね。ついにユイってもう笑ってごまかすようになっちゃった。いや大丈夫。レベルは確かに、ね、そんな高くないから。あ、だって占いだって俺99って止まってるもん。ああ、でも、やっぱさ、でもさ、ここまで。でもやっぱそう、レベルはね。すごいよね。あの、カンストしてるって聞いてたけど、カンストはしてないのか。今回は。そうそうそう、一時バーって全部カンストしてからの。おい、太田。これ、怠けてんぞ、これ。一個。遊びに、ね。まあまあまあ。みゆみ89、占い。うん。うん。うん、石川くん、42。うん。これ、遊びに。まあ、72。優勝じゃん。えすごーい。きつ、まあ、確かにこれ言えない言えない。太田さんの72はさ、うん、俺の40いくつと一緒みたいなもんだからね。いや、それは違うね。もう50から50から全体的な歴史があるからね。そうだね。そこだけはもう断固違う。でも本当一緒だから、50から始まって俺は0から始まって。いや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 、なんなら俺は
40上げて、太田さんは22しか上げてないから、幅が違うから、幅がね、こうね幅がもう、あだいぶ違う。じゃあ優勝同点だ。じゃあ私頑張ったじゃん、うん、これでも、うん、じゃあ結果でもみゆみゆ、それでちょっとレグナード行ってみましょうよ。これで無理だよ、ちょっと無理無理無理。え、占い師でレグナード行ってみよう。え、じゃあ何で行くの。俺バトマスで行く。なんでそういうなんかさ自己満みたいなことするの。なんちゅうことすんの。いやでもほらこれはさ、みゆみゆもしかしたらすごいってなるかもしれないじゃん。なんでそういうの。むせてる。え、どういうこと。え、占いの戦い方とかなんとなく知ってんの。タロット、タロット使ってシャンシャンってブルルルだったりするよ、タロット。そうそうそう、それ物理的にタロット当てるみたいなってこと。そう、それはそれはそれで。でも一応スキルも160か70ぐらいまで振ってるよ、うん、あそこ行きましたんとこ。そうですね。太田さんって、うん、はい、ってなるとあれになるわけですよね。あれ、賢者、あ賢者じゃなくてパラディン。まあそうね、レグナードってなったらパラいないと壁ちゃんとできたらいいけど。え、なんで私だけ占い師で行かなきゃいけないの。じゃあ俺僧侶で行くから。サポーなんかすげえ強いサポー雇いましょう。めちゃくちゃ強いサポー雇ってさ。ちょっとじゃあ、だって今日レグ一番強い日っすよね。あ、確かに今日何一番弱い、一番強い日なんで、ね、そのごまかしがやっぱりゴリゴリに力技でごまかしていく日。一番弱いを一番強いと唱える人なんだね。はい。え？それで？あ、僧侶は99だね。そう、僧侶は99。おお、で、なんで、なんでそういうことしてんの？僧侶はね、意外と俺好きなの。あ、そうなんだ。そう、まあ、好きこそ物の上手になるって言うからね。そうそう、僧侶ね。だから僕がでも僧侶やるってことはそのリューザジャパンってことになるからね。え、あの僧侶がもう司令塔だからジャパンだから。うん、これ違う、魚配信だからさ、はい、魚としてやらなきゃダメだよ。ありました。言い返そうに、なかなかね。はい、え、どうすればいいの。じゃあレグナード、え、じゃあ僧侶でしょ、パラで、で、ミュービューは占いなの。占いなの。占いだよ。占いか。じゃあ、まあでも、まあ、強い魔法入れちゃったらいいか、サポで。そうね、強い魔法だね。これなんだ、こういうふうに素で。俺の素で、これ素で今。装備はあるよ、装備。おお、やば。あ、B になってるからね。これだ。でもそういうのもチェックしないで行ったらいいんじゃない。これこれこれ。あと縦縦縦。これ縦。あれ、これどこで。あったあった、ググル。これか。どっちか。なんで同じの2つも。これニューって書いてるからね、左に。そうだよね。ニューって書いてある。久々にニューの縦見たら。ニューの縦で。これだ。うん、誰かを借りるの。あれ、すごく黄色いですって言われてる。そうだね。これ証どこにあんの。僧侶の、こちらは止めにしようか。僧侶の証だよね。あれ、真っ暗いのか。万能の証に入ってもらえない。万能ない、どっかにしまっちゃったのかな。そんな、まあ、そしたら万能陰謀とかでもいいんじゃない。これ、うん、気持ちいい、気持ちいい、はい。おニューをちょっと下ろそう。はい、ニューを、また1個ニューを。でも、あ、で、ちょっと、ちょっと太田さんさ、誰か雇ってみて。魔法ね。うん。まあ魔法か、魔法ならなんとかね。太田さんの選定でさ、我々だと、あの変な人を雇っちゃう場合あるから。あの、インコさんにこう、すごく従うから急にインコさんの魔法を雇っちゃったりする可能性があるので。そこ従順だからね。そう、そこは従順なんで。
地味にコツコツやったけど、魔法じゃない、占いで戦える自信はないよ。いや、戦えますよ。レベル上げっていうものしかしてないから。なんかレベルアードを通じて学びましょうよ。まあ、確かに、実践を通してね。まあ、うん。学びようがある。そうか。そうね、万能な証だね。万能な証、もはやもう昔すぎて、あれっていつゲットするんだって。どっかでゲットしたんだよ、多分。ゲットしてるんだ。ゲットはしてる。うん、ちょっと持ち物ね。どっかの装備に入ってる。どういう万能？万能の万能？万能の万能。俺取ってないかも。え？ないな。万能で万能本当初期すぎてマジで覚えてないなあれ。そうだよね。気がつけば持ってたよ。普通そうだよね。普通はね。うん。そうだね。いました？強さの人。ユージは何で行くんだっけ？俺はパラだね。うん、パラに。なんで黙ったの？パラディンでなんだっけつって。あ、僧侶の証。ある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 わ。あ、ちょっとこれ、もらってこい。こっち顔にしてるよ、パシ。あ、本当だ。そうね。なんかみんな表情気をつけて。みんな表情気をつけて。常にもう四六時中俺はもう警戒してるから表情。やっぱね、そうですよ。僕もそうですよ。四六時中。ユージがパラな余裕じゃねえって、ね。それでこの間負けたんですよ、ね。確かに負けたね。この前2だったよね、強さね。そう、強さ2だった。今日強さなんだっけ？最強。1なはずなんだけどな。いやー、今日最強ですからさ。すいません、ちょっと証だけ取りますんで。もう最初の装備、ね。しまってあるのね。そう、しまったのね。絵はがきむっちゃあるじゃん。てかなんか、T シャツとかそういう、あ、証がいっぱい。証これが万能があれば、もう捨てていいのよ、全部。なるほどね。万能でも万能になっちゃうから。それはないっす、たぶん。神秘のカードで合成。いや、神秘のカードは僕は神秘のカードですよ。え、一回切り？一発勝負？すぐ負けてもう一回とか言う？すぐ負けたらさすがにね、うん。すぐ負けないよ。でも、え、すごく自信だね。万能の証っての取りに行く配信しますわ。じゃあちょっと今度20秒でもらえるとか。あ、そうなんだ。配信は20秒で。ありがとうございました。じゃあ今日終わります。はい。よし。神、なんか俺すごい配信で神秘のカードについて突っ込まれるんですよ。神秘のカードだったか。何なんですか、その未合成の音声とか。神秘のカード、合成。でも神秘のカードって、もう今もはや、もう、過去のものみたいになってるからね。どうやってゲットすればいいの、そのカードのところってさ。神秘、あれカジノのあれってなんだっけ、あれで神秘なかったっけ。あ、そうなの。そういうところから合成していくの。なんかね。へえ。でも俺もこれもこればっかりは本当初期すぎてマジで覚えてないな。わかりました。的に行けってこと。じゃあちょっと、ああ、はい、行きましょう。
あ、みんな石持ってます。でも持ってるか、この前だって勝ってないから、うん、も石持ってる竜が、ね、消化されてないもん結局負けて、はい、あ、ちょっと仲間になりましょう一旦、うん、はい、あ、あ、そうか、誘う、はい、そうか、そうか、これが誘う、あ、そうか、まだ仲間にすらなってないからじゃあ誘います。わー、誘われためっちゃ嫌そうな、わー、誘われた。で、太田さんの石を使って、あ、そうね、廃屋があるから、はい、待っているの、これ、うん、待てよ、うん、どこにいるの、オッケー、はい、サクッといったね、うん、石を持ってない、うん、持ってない、前でも入ったからどっかにあるんじゃない、龍河石か、買うか、うん、まあ、うん、ちょっと戻ってくるね、うん、龍河石ってやつね、どこに行くの、普通にバザーで買える、じゃあお家に戻って行ってくるね、はい、え、あ、そうだそうだ、この前もか、あ、ガンってやっちゃった、この前もそうだ、買ったんだ、どっかにあるんじゃない、だってまた画面切り替えなさい、切り替えた、あ、切り替えたあ、そう、切り替えずにやってた、うん、え、ちょっと見えない見えない、すいません、すいません、ちょっとゲーム、あ、ちょっとやめてよ、あ、すいませんすいません、どこにいるの、私これちょっとだけは飛べるよ、うん、太田さんは何のカードつけてるの、何のカード、俺も何だっけな、私がいいって言ったら今は万能でパラダイスつけてるカード、神秘のカードみたいなやつ、あ、そう、万能、うん、神秘のカード、うん、は神秘のカード、神秘のカードつけてるの、あ、これ何、これ、ね、間違えた、あ、消費アイテムで間違えた、なんて言ったっけ、石、龍河石、これが不思議のカード、不思議のカード、すごくない、 HP プラス 15? これだから、どうやってゲットするの、これ、これ的とか、的とかの、え、何、そう、的で、だから神秘のカードを超えるものがだいぶ前でね、うん、不思議のカードっていうのがだからできたっていう、もはやもうこれもだって何年前だこれ龍河石って何、なんか使うもの、消費アイテムやな、うん、消費アイテム、龍河石、うん、消費してなかったっけ、今あったかないよね、あ、そうか、素材だ、素材か、素材だけど、素材で石でしょ、その他、龍河石で、あー、あったあった、下から2番、あー、あったあった、お、うん、20個くらい買ってください、20個もいらないでしょ、で、1回10個使うの、そうだけど、2回行くの、じゃあ負けたら2回行くの、負けないと思うけど、何個持ってんの、量わかんない結構持ってた気がする、あ、金のフェザーチップとかで交換するの、だからフェザーチップ、金銀銅のフェザーチップ、あ、俺めっちゃ持ってるよ、 あるの、うん、後で取ってくる何、後で取ってくるわ、
なんでさ、MP 満タンじゃないの？え？やば。それ一番やばくない？やば。すいません。はい。魔法の聖水使います。はい、画面大丈夫だよね。うん、大丈夫。怖い。どうしたらいい？あの結局あれ、ビビ占いだっけ？占い。そのまま来たよ。あ、遠くで離れて、なんか何の攻撃カードあるかわかんないけど、うんうん、なんかやって。攻撃してください。怖っ。頑張って。おい、みたい。横に避けて。どこ行った、どこ行った。キャーちょっと待って何が起きた？分かんない、分かんない、今最初からさ。そうか、そうか、もう回復いないじゃん。ないじゃん、蘇生できないじゃん。あの世界中使ってください、僕に。もったいな。そうね、もったいない。一回やめたら一回。そうね、はい、だってこれで世界中のパーツ買うのもったいないよ。復活の杖来たよ。あー、すごい魔法使い。ガンガンにしてなかった。すごいじゃん、生き返って。よっしゃ、すごいじゃん、生き返って。動かしてくださいよ。あれ死んだの？死にました。あ、やっぱ魔法使い死にっぱなし。あ、魔法使いも死んじゃった。ちょっと待ってくださいよ。 MP 満タンで死にました。綺麗に二人死んだな。シャーンっつって。いや、やっぱりもう一回行くね。そう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 、うん、もう石、私これで最後だよ。いや、石はね、勝たないとなくならないからね。あれ、そうなの？だから前のがあるはずなの、どっかに。え、絶対ないよ。え、勝ったの？だって、そ、荷物どっかに売ったんじゃない？いや、それはないよ。僕は世界中を使ってね、勝ちました。ちゃんとくれるじゃん、ミュウ。お祈りしちゃった。話す。うん。呪文。今日の息は強いなーって言ってる。皆様。優しくお祈りされてる。よし。行ってみよう。行ってみよう。次は大丈夫でしょ。まあ今のがなければね。最初崩れなかったら、でも本当に結構ね、ある程度は持ちこたえられると思うよ。そうだよね、うん、満タンしろって言われた。俺ちょっとザホやってた、出してなかった日銀に。ありがとうございます。倒そう。ゴーゴー、レッツゴー、レッツゴー、魚。こもってなかったな。全然久々に熱のこもらなさすごかった。あ、始まってる。やばい、まあ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 、ちょっと交互列号してたわ、死んだ。あ、でも太田さんの後ろにいた方がいいんだよね。あ、ちょっと基本的にはね。で後ろ、あ、また俺だ。回復してくんなでやばい。はい。おお、危なかった。また俺。やばいやばいやばい。回復してくんなでやばい。俺死んじゃう。チャリングレスか。あ、見え見え、死んでんじゃん。え、そう、だから午後レッツコしてた、いつの間にか始まってて。あれあれ、俺も死んでる。久々にソウルやる、ダメだ。難しい。やったことあるの、本当は。ある、結構ある。あれ、死んだじゃん。え、なんで？最初、さっきやっぱラッキーだったね。最初あれがあると、避けてすごい安定するから。はい。うん、最初だから、あの、俺は前からみんなこうまず後ろ下がるっていう。これ配信しない方がいいんじゃない？はい、この様子やばいですよね、これね。前でもだって色変わったよね。うん、できただよね。だって方向された記憶あるから。そうそうそう。まあ お互いあの慣れてない職で今やってるんで。まあそっか、前もまあそう、ね、こうなっちゃってるのよね。でも
もう大丈夫ですよ。もう一回行く。うん、コーレッコーレッコーサカナまたまたまた、オーフィスさんが今死にそう。逆にこれ、ハギオタで飛ばないっていうちょっといいことがある。なるほどね。オフィスさん、すいません、本当に。巻き銃食らっちゃってね。そうね。まず太田さんの後ろにいなきゃいけないです、まずは。でも最初にちょっと太田さんの後ろにいて突撃してくると避けれないっていうね。最初ちょっと様子見た方がいいですよね。とりあえず一緒にいるって。バイバイ避けられなかった。あ、凍った。あ、死んだ。凍った。前以上に厳しい戦いになってんだ。あ、こいつでもだ。ちょっと待って。あ、凍った。ちょっと待って、なんでこれ凍んの。あれ、お、天使使ってたわ。ウィングタイプチャンス。お、いけるぞ。何来てた？オーフィスさん。まずね、パラやんないとね。なんでしょう。動き封じれないからね。ユニティじゃなかった？魔力確定してるわ。もう失笑失笑失笑の嵐。それがレグナール。難しいっすね。もう次大丈夫ですよね。次こそ。はい。次こそ大丈夫ですよね。一回安定したいね。一回ね。そうですね。でも、すごい難しいよ、やっぱり。おつえやんけって言われてるよ、コメントで。ちょっと。おつえやんけって。満タン。さすが最強の位置ですね。リハビリが必要。さあ次こそもう一回いくよ。はい、ゴーゴーレッツゴーレッツゴー魚。また感情ゼロな。言ってみようが準備できたらった。そうね、お願いしますね。前振りはその辺で、そろそろ本気をって書いてあるから、ね、確かにね、長い前振りはちょっとね、そうですね。とりあえず後ろに、とりあえず俺の、はい、太田さんの後ろ一直線ね、こう、はい、3つのなんでこれさ、リュウザいつも後から一人くんの。それは、なんだろう、すごい気になるんだけどね。電波上の ネットワーク上の、そうなんですよ。なんかカッコつけて後から来ちゃったんだよなと思ってた。黄色いのがリュウザだ。あ、ごめん死ぬ、ごめん死ぬわ俺。そしてリュウどこだ、あの後ろあたりに。どこだ。あ、やばい、私も。あ、そうか、サポートがそもそも。あ、生きてるじゃん。うん、天使が。やっぱいいダメージ出るね、バイオス。すごい、太田さんがめっちゃ抑えてくれてる。お、しびれた、いいね、これすごいよ。ちょうど俺の後ろにおいで。
おいでっつって。おいで。やばい、なんかずれてるな。サポがいいのかな。サポがあれか。呪文対戦。あ、ほら、みんなバック、みんなバック。はい、おったと。どこだ、みんな、俺か。あ、間違えた、私じゃない。あー、ちょっと、あおださん、ザキでも死ななかったっす。え、ザキザキやったの。ザキ死ななかったっす。あ、ウェブライブ横に避けよう。はい、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 チャンスよ、これ。よいしょ、よいしょ。うい、避けれたよ。いいね、いいね、今のとこいいよ。うん、今のとこいいよ。ホテルスイング、もう75%いった。お、あべ、うわぁ、あぁ、これ、ジャンプしないといけないんだ。あ、そうだ、ジャンプだ。ジャンプね。出たらすぐジャンプするやつ。そうそう、あーやばい、おっ、キラポンがないのがやばいな。これ困ったね。必殺来ないがないしか。さっき必殺あったんだけどな。あー、これやばいな。75%すぐ行くんだね。光の波動。これはいい。やばい、俺を回復してくれないとやばい。それよ、したんちゃうんか、これ。回復。よし、うん、よし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 。あ、また俺か。あ、これ、チャンスチャンスチャンス。チャンスチャンス。サポが、やっぱあれだね。後ろに来てくんないね。そうね。難しいね、これ。どこに行った？痛い。あ、よーい、よかった。色変わったよ。あ、おー、怒り、誰か怒らせてほしいな。どうすればいいの？ん、攻撃するしかない。あ、でも石川君は大丈夫。そうだよね。むしろ離れてた方がいいかな。みんな離れよ、とりあえず離れて、みんな。あー、やってもた。テールスイング。あー、ごめんなさい。ジャンプ。あっ、あぶんね。死にました。スコーン。あー、やばい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 、スコーンだ。これ、一回ないか。あー、俺かー。あー。スコロンだ、スコロンだ。お、ミス。あ、でもそっかそっか。テールスイング。あ、これやばい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 。おー、見起こした、見起こした。おー。おレッツゴー、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 レッ遅っそ、難しい。色変わったね。色変わったね。遅いよ、やっぱりね。ちょっとなんかでもいけそうな気しません？ある程度、ありがとうございます。すみません、生き返っ、これ誰、なんで生き返ったの？生き返す燃えちゃったのかな？ラストチャンスする？うん、いや、これ戦おう。うね、これはもう勝とう。今みたいな感じで来たらね。うん。太田さんが過大評価されてます。ん？過大評価？過大評価です。え？過大ですよ。急にディスり始めた。急に。我々は意外とミミだって頑張ってたもんね。うん、ね。嘘です、すいませんでした。正当な評価を受けてるだけです、男は。あ、もう満タンしてるか。ちょっと待ってね。よし。はい、でもちょっと勝てる気するね、これはね。
これは勝てる気するよ。聖女とか巻かなきゃいけないね。キラポンかな。キラポン。キラポンはある程度過ぎたら。キラキラポン？ほらまた後から来るんだルーガー。なんか社長出勤するみたいな。スターは後からだから。名前だけだな。おすごい。これ後ろ？大丈夫後ろ。ギリギリ前後ろで。とりあえず後ろ。バイバイ。はい。あ、死ぬかもよ。あ、はいよ。ここはしゃあない。死ぬよ。チャンス。あ、どこ行った？おお。ああ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 あお、色があった。あ、じゃなくて 75% だった。ジャンプ。よかったね、聖女あって。よかった、本当に。あ、ここ取れた。あ、もうまあ、安静じゃってよかったですね。もう全然見れてない。全然見れてない。コマンドに必死だ。あれ、なんか何変ないよ。何だっけ。あれ、あー、これ雷か。やばいね。キラコンがないか。あー、あ、その前に、こっちじゃない。どこだ、どこだ、どこだ。やばい、やばい、やばい。おー、大丈夫、この赤いとこから逃げてる。あ、またやばい。あれ、うわー、死んだ。死にました、あれ。安心だ。テンシャル。あ、テンシャル。うん。さあ、なかなかはちゃめちゃな。うん、そうそう。けど。
わった。あ、色変わった。おお、こいつだ。おお。あれ。わお。さあどうだ。ああ。ああ。やばい。やばい。来ないね。どんどん。来ないで。来ないでくれ。あ、やばいね。いや、これやばい。これはやばい。わあ。わおわおわお。やばい、乗るか。お。あ、流星聞こえたよ。うん。早く。転んだ。ああ終わった。終わった。いいとこまで来てますね。まあまあまあね。多分本当にちゃんとこういう時こうするってやれば多分いけるとは思うけどね。難しい。そうそう、オフとかまああとね。そうですよね。まあ。諦めますか。まあまあまあ。若干全身。そうですね。まあ、サポだったから前はね、2人でやったからね。そうですね。まあ。つって。勝ちません。こういうこともあるよね。想定ない。我々が太田さんに頼みっきりでやってたっていうね。そうなんですよ。あ、なるほどね。俺が装備を新調して完全にもう一人で押せるようになればいけるっていう。僧侶めっちゃ久々にやったな。そうですよね、うん、まあ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 、またそうです、ちょっとね、また時間なんでリベンジやりましょう、うん、リュウザとミュウミュウをサポにやる、変えれば勝てるよとのことです。用なし。つまりは我々は用なしということで。つまりは用なし。そうですね。とりあえず太田さんがすごい頑張って、我々の頑張りとかはもう無でした。残念ながら。太田さんがとにかく、頑張りましたっていう配信になりました。つまりは、よろしい？そうです。ということで切り替えましょう。はい。はい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 。ということで、まあ時間もちょっと、ちょっと時間ですので終わりしますか。いや、まあ久々にやりましたね、魚配信ね。ね、3人揃ったのが相当久しぶりですね、うん、まあ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 勝ち負けでね、はい、魚配信やってないんで、はい、3人揃ったことでもよかったですかね。そうですね。小田さん、でもこれからちょっとずつインできる時間も増えてきましたね。そうですね。なんとかちょっと追いつきたいのは思ってるんですよね。そうね。ワンピースも終わりましたからね。そうですね。4月で終わりましたから。そうですね。舞台も終わりましたね。舞台も終わりました。6月はじゃあ結構増えてる時間が。どうなんですかね。ね、まだ、まあ、つけずに。神の水を知る。感じですけど、ね、神の水を知る感じですけど、ね。見たことないでしょ。はい。そうなんですよ。行ったことないです。まあ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 僕も配信であの占いの配信はたくさんやっていきますんで、万能な証しをね、まあ、そう、まず万能な証しを取りに行くってことが今日は分かりました。ちょっと取りに行きます。みゆみゆ引き続きあの占いなんとなくやっていただければ。もう占いはじゃあ負けだっていうことでいいんですかね。そうですね。負けですね。私は破片をコツコツ集めたりとか、あの合成をしたりとかっていう感じですかね。はいはい、そうですね。コツコツ。そうですね。はいはいはい。ユージが父ちゃんのようにユーザーを見守ってて笑。
3人同い年なんですけどね。確かにね。確かに。そうですよ。え、でももう29になっちゃった？太田さんだけ。あ、俺そっか。ってことだよね。うん、そうね。みんな早生まれだよね。そう、2月だから全然まだだけど。うん、でももうあとすぐ29日？うん、あ、29日。もうすぐ29日。あ、昨日が29日。29歳？そう、29歳。ユーザーも？大使になった時は24歳だったんだけどな。すごいね、そう思うと。だよ。26とかじゃない。26くらい。もう最後の20代っていうやつじゃん。そうだよ。もうだから、言ったら、僕らがこうおじさんになってきてるってことは、ミュウミュウもその。見てコメント出てるからミューオーバーとかあなた気遣ってくれてるけどなんか誰かさ言っちゃってるからね。あと直接的な人がいたんですお黙りおばだろうがなんだろうがいいんだよこの場にいたらねパンチが届くからね石川君が言ったら危なかったけどさあ僕は言ってなかったこのネット社会の悪しきところで本当だよね顔も見えないからね言いたいこと言いやがって一方的に攻撃してきやがってすよお黙り怒り方がオーバーみんなああ言えばこういう、はい、本当にもうそうですねやんなっちゃ、ね、美人とイケメンだからいいんですよ我々は一緒のくくりにされたくないだったらおばの方がいいわ最低なやつだな本当にいいんですはいということで、どん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 ですね火に油を注いだところで、うん配信も終わっていきたいと思います、はい、ということで太田さん我々は明日ですね、はい、実弾生活のチケットが発売になりますね。ああ、そうですね。明日なんだ早いね。そう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 、もう何かと思ったら。そう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 、だって本番8月でしょ。確か早いっちゃ早いよね。そう8月ですけれども、今回はもうかなり太田さんもいますし、原さゆりさんもいますし、いつもの時代メンバーもいますし、多分今回はかなりのチケット争奪戦になるんじゃないか。あ、マジっすか。いやまあでも実弾の方は結構何回も見させてもらってるんで、そうだよね。だから嬉しいっすよ。ついに。ね、太田さんがついにコントライブに参戦してみたいな新たな、ね、そう、新たなね新たな姿をお見せできればなとは思います。そうですよ、はい、なんと実弾生活4時がという感じだったという感じですけど、まあね、まあ、なんといっても INKOO さんがいらっしゃいますからね、とにかくね、そうですね、ドラクエ界隈の方も、ね、はい、INKOOさん、はい、時間も私はなんか告知していいのかわかんないけど、明日ちらっとテレビで見られると思いますあ、そうか、告知していいのか、いや、わかんない、だってなんか告知していいことなのかわかんない、なんか聞いたんだけど返事がないからさ返事がないそう、何時間も前に聞いたんだけど、返事がないから、ね、ちょっと忙しいんだね、言っとくと、チラッとなんかテレビで見られるかも、チラッとテレビのドラマかな、うん、見られるかもしれないですけど、まあ、ね、見られない、具体的なことはまあ、まあ、わかんない、言いませんけども、ね、まあでも、どんなドラマかっていうのは多分いろんなあのちゃんヒントが隠れてると思いますんでね、明日なんか、うん、はい、夜の、はい、何時だろう、あれ9時10時とか、その辺のね、もしかしたら、うんうんうん、うん、とかで見られるかもしれないんで、はい、まあまあまあ、もし、はい、もし見たら奇跡ですわアミューミューだっていうねっていうくらいで、はい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあまた、はい、今日は、3人揃ってこんな配信でしたけれども、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。ゆうじでした。自己紹介してなかったりゅうざでした。みゅうみゅうでした。ありがとうございましたバイバーイ。